り天気良くないけど三峯神社まで行ってきます。もう晴れてないとメッシュジャケットだと寒いな。まあ山の方行って降ってなければいいんですよね。霧雨が降ってきたな。上降ってるかな。いつも行くときってどっかに猿がいるんですけど、やっぱりこの辺りまで来ると寒い。空気が違う。これを右に入っていくと大洞林道ですよ。大洞川、昔はシーズン中にほとんど毎週あの林道入っていってイワナ釣りしてたんですけど、もう今は入っていってすぐのところでゲートが閉まってて、もう車では入っていけないですよね。また雨が少し霧降りしてる。なんか三峯神社来るときいつも越えてるみたいかな。力の強いパワースポットらしいんで、自分の意思で来るっていうより三峯神社に来るときは呼ばれてきてるらしいですよ。こんな天気だけど今日呼ばれたのかな。渋野神社は狼信仰の場所が多くて、まあそこの代表的みたいな神社ですよね、三峯神社って。だから狛犬じゃないんですよね、全部狼なんですよね。
もう桜は紅葉始めてるんだな。まあ次来る時は天気のいい紅葉の時期に、こう山が真っ赤な時に来たいですよね。まだ1ヶ月ぐらい早いかな。うん、混んでるな。優しい。バイク止めてからで料金はいいって言われた。なんて素敵な対応なんだ。久しぶりの三つ峯神社だな。
stay by my side.